こんにちは。今日はデートにおすすめ愛されピンクメイクアップをやっていきます。はい、まずベースから始めていきたいと思います。韓国のものかと思ったら日本のものだったんですが、まあ、韓国で購入したということでこれだけちょっと下地で使っていきたいと思います。で、このぐらい取って見えるかな？めっちゃ艶肌になるんだよね、これ。こちら、クリオのコンシーラーを塗っていきます。で、クリオのコンシーラーも、これも結構、こう、艶っぽく仕上げてくれて、こう、重くないので、今日もこのスポンジでコンシーラーを伸ばしていきます。やっぱ赤みがあったら愛されメイクじゃないかな。というので、しっかり、肌の、生き物たちを消していきます。これがクリオのクッションファンデーションを塗っていきます。中がこうピンクベージュっていうのかな。で、これがね、結構こうカバー力もしっかりしてて、で、ちょっとね、ツヤっぽく全然マットな感じでもないので、はい、こんな感じで、こっちがこのファンデーション塗ったのと、こっちがまだファンデーション塗ってない状態になります。結構カバーもしっかりしてくれるんですけど、こう厚付きっていう感じの印象はなく、これから先も多分使っていきそうな感じです。このイネスフリーのおしろいを塗っていきます。で、これは全く色がない、ただのおしろいって感じのイネスフリーのお粉を、このコンシーラー塗った部分と、なんかテカリって感じにしたくないので T ゾーンとか鼻のコアな。で、これがね、結構こう白くてなんかポワーってなる印象になるので、触りたくなる肌やっぱり愛され顔といったら、まあ、ピンク、服もピンクを着てるっていうことなので、今日はちょっと顔をピンクに統一してお化粧をしていきたいと思います。このスポンジでチークを塗っていきたいと思います。これがチーク 3CE のこのピンクの、ちょっとだけこう上の部分に塗っていきます。こう頬の高い位置の全体的に塗ります。なんか顎に塗るとバランスが良くなるっていう、ね、眉毛はこのペンシルを使って描いていきます。太めにしっかり Y 字を下げて一直線に描いていきます。はい、こんな感じで Y 字描いたら、ちょっと描いてるなって感じの感じを消すために、この裏側でしっかりぼかしていきます。アイシャドウはこれもクリオのアイシャドウを使っていきます。で、これはもう見るからに、まあ、ピンク系のアイシャドウたちがずっさり入ってるんですが、もうラメとかもすごい可愛くて、ベースはこの一番左上にあるこの白っぽいゴールドっぽい一番薄い色をアイホール全体に塗っていきます。夜遊びに行く時とか、やっぱラメ入ってるとさ、こう照明とかでたまにこうキラーってなって生えたりするから、このメイク、愛されメイクとかじゃなくても、まあ、どっか夜遊びに行く時の夜遊びメイクとしても使ってもいいかも。すいません、カメラが途中でまさかの故障をしてしまって、ちょっと今撮れなくなっちゃってるので、途中からちょっと画質などいろいろ変わってしまうんですが、メイク続けていきたいと思います。で、シャドウのベースは全部塗り終わりまして、続いてこの焦げ茶っぽい色をこう平べったい感じの腕にこう取ります。これを二重の幅の部分にのせていきます。ちょっとピンクっぽい焦げ茶ってのかな。この下の部分にもこの三角ゾーンも埋めていきます。で、こんな感じでちょっと垂れ目っぽくなるようにシャドウをのせると、より可愛い印象に近づけるんじゃないかなと思います。で、反対側も、で、この
この筆がね超使いやすいんだよね。もともと入ってる筆なので、で目尻をちょっと長めに塗って、はい、まあこんな感じで上のまぶたで、こっちもこの三角ゾーンを埋めていきます。すごい、これラメが細かくて、なんか光にこう当たった時すごい可愛く見える。上げていって、でまあ愛されメイクっていうことなので、なんかいつも私まつげめちゃくちゃ上げるじゃん。だとなんかちょっと目力が強すぎて、こう今回はこう C に丸くこう上げていきたいと思います。いつもはねもう90度の直角で上げていくんだけど、この毛先の部分までしっかり、デジャブを使ってマスカラをしていきます。もう愛されメイクとか言ってもこの顔やばくない？これは絶対に見せられない。このもうさ、デジャブのマスカラのさ、この終わりのタイミングっていつなんだろう。どんぐらい乾いたらみんな変えてるんだろう。で今回は目尻っていうよりかはこの黒目の上の部分のまつげをこう集中的にちょっと濃いめにのせると、黒目が大きくなって可愛い印象になれるので、マスカラはいつもよりちょっと我慢して抑え気味で塗っていきたいと思います。で下まつげで、ここもあんまり乗せすぎずに、地まつげがちょっと黒く色ついたぐらいかな。あくまでもナチュラルに。涙袋はこのペンを使っていきます。これがちょっとさっき塗ったベースよりかはラメが大きめなので、これを涙袋に描くとこうって笑った時にぷっくり見えます。アイラインもさっきの涙袋と同じブランドの、今回はこの黒目の粘膜の部分に引いていきます。まあ分かりにくいと思うんだけど、でも多分このちょっとしたこの差って結構メイクって大きな差が出ると思うから、ここの黒目のこの下の部分、アイライン引いてるけどナチュラルに見えてすごく万能です。黒目が大きく見えるの見えるか。ペンシルでアイラインを引いていきます。ペンシルな感じ。こちらもアイラインを引きました。のリップを塗っていきます。こんな感じの、ちょっとだけ手に取って唇の内側ちょっとグラデーションになるように薄くのせていきます。あんまりリップを濃すぎると目にも色を使ってチークも塗ってるので、ちょっと顔がうるさい顔になっちゃう。私の顔もともとちょっとうるさい顔なので、こんな感じでハマると同じ化粧品ばっかり使っちゃうっていうところもあるんですけど、前回オレンジを塗った、今回はこのピンクの色を使っていきます。でこれが本当にね、唇がプルプルにこうぷっくりなってくれるので、なんかすごいぽってりした可愛いこういう唇に仕上げてくれるので、最後にこのリップグロスを塗るようにしています。私の愛されピンクメイクアップ完成です。最後まで見てくれてありがとうございます。ということでまた次の動画で会いましょう。じゃあねー。